平和の神様は大忙し。鏡を見る暇もなく毎日ラッパを吹きます。平和の神様のラッパはみんなを幸せにします。平和の神様は大忙し。鏡を見る暇もなく不思議な水をまきます。不思議な水は緑の山を作り、畑を実らせ、お花畑を作ります。平和の神様は大忙し。鏡を見る暇もなくみんなに名前をつけます。君の名前はオット、君の名前はハンス、君の名前はトマス、君の名前はヨハン。ヨハンはお礼に帽子を神様にあげました。神様は大喜び。その帽子をかぶった自分が見たくて、初めて鏡の前に立ちました。でも鏡に映ったのは悪魔だったのです。悪魔が言いました。君は僕、僕は君。どうしよう、この悪魔がいたらみんなが平和に暮らせない。どうしよう、どうしよう。困った神様は